おじさんです今回のテーマは情動です情動の基本的な話と神経基盤の概要を話し情動評価に関わる扁桃体について詳しく説明していきます情動とは怒りや悲しみといった一過性で強く起伏の激しい心的反応を指します一般的には 主観経験の変化が注目されます主観経験の変化が情動の大きな構成要素であることは言うまでもありませんが情動はその他の多くの要素を含む多面的な現象ですまず情動は多様な反応を含みます反応は大きく3つに分けることができます第一に行動反応です情動は 特定のの行動動セットの喚起を動機づけます例えば恐怖が喚起される場合には身をすくめるといった防御行動が動機づけられることが示されています。また怒り嫌悪恐怖喜び悲しみ驚きといった特定の情動が喚起されると多少文化差はありますがどの人種の人も同じように特定の表情を表出することが示されています。 第二に、生理反応です。情動は自律神経系内分泌系などの活動変化をもたらします例えば心よや不快の情動刺激を見せられることによって皮膚感染心臓瞳孔など自律神経系に支配される器官において特定の活動パターンが起こることが示されていますまた心よや不快の情動刺激を見せられることにより コルチゾールなどの特定のホルモンが放出されることが示されています。第三に認知反応です。情動は知覚、注意、記憶、意思決定といった多様な認知処理に影響を及ぼします。例えば、情動的な刺激を用いた場合、中性的な刺激を用いた場合に比べて、知覚成績や記憶成績が高いことが示されています。また 海上道の歓喜が意思決定に柔軟性や創造性をもたらすことが示されています。情動は、主観経験の変化に加えて、行動、身体反応、認知調整といった多様な反応をもたらす心の働きです。また。 情動反応の前段階として、刺激に対して適切な反応を引き起こすため、評価という過程が行われていることが示されています。例えば、同じ刺激を見た場合にも、どのように評価するかによって喚起される情動反応が異なることが示されています。 また、状況に対してどのような情動が喚起されるかが、状況に対する評価から予測されることが示されています。こうした評価は通常、意図的なものではなく、主観的にはアクセスできない自動的な過程と考えられます。具体的にどのような評価が行われるかについては結論は得られていませんが、有益か有害かといった評価が含まれることが、 多くの研究から示されていますこうした知見から情動を刺激に対する評価反応という一連の情報処理過程として説明することができると考えられますさらに情動は進化の過程で獲得した適応的な心理機能であると言われます進化の過程で獲得した証拠として 特定の情動に対する表情表では、人と類人猿の間で共通するという主観普遍性、乳児や先天的な視覚障害児と健常成人で共通するという正徳性が示されています。適応的機能の証拠として、情動における評価及び反応が、太古の進化的環境に適応するために妥当であったという理論的考察も提示されています。 また社会的な動物である人にとっては環境の中でも特に対人関係が重要でありこれは太古から大きな変化がなく現代において恐怖の評価が対人的トラブルを避けるためのセンサとして機能しているとする主張もあります。同様に現代における怒りの表出が対人関係を有効に調整する機能を果たしていることが示されています。 こうした知見は情動についての進化的および機能的な説明を提供していますそして情動は後天的環境によって柔軟に調整されることも示されています例えば乳児は消毒的に大きな音に対して闘争などの恐怖反応を示しますが大きな音とペアにして繰り返し提示することで 当初は恐怖反応を示さなかったラットなどに対しても乳児は恐怖反応を表出するようになる恐怖条件付けが示されています。また文化差研究からはどのような状況でどのような情動が起きるかは文化によって大きく異なることが示されています。こうした知見は情動における学習の影響の大きさを表しています。 情動とは、刺激の意義を評価し、それに応じた多様な反応を喚起するという一連の心的処理過程であると言えます。では、情動の内容としてはどのようなものが含まれるのでしょうか。これについては、必ずしも一致した見解は得られていません。基本的な情動と見なす基準として、素早く起こる、長く続かない、 他の情動と区別がつく乳児にもある特有の身体反応を伴うといった条件が挙げられていますこうした基準に基づき怒り嫌悪恐怖喜び悲しみ驚きについては多くの研究者が基本情動と見なしていますその他 苦痛や性的衝動などのようにより基本的なものあるいは軽蔑や羞恥心などのようにより社会的なものをも基本情動と考える研究者もいます情動の内容の基本的な捉え方については大きく2つの理論が提案されています第一は 情動を理算的ななカカテゴリカルなももののとして捉えるものです怒りや喜びといった基本情動カテゴリーごとに評価や反応や適応的機能が異なっていると捉えます。各カテゴリーの情動は「怪」「不快」「活性」「不活性」といった少数の次元の組み合わせで説明できると考えます。 2つの考え方の間で論争が行われていますが両者は必ずしも排他的ではなく情動はどちらの視点でも捉えることができます情動は感覚入力された刺激について評価し反応する過程です。 動物や人を対象とした脳活動計測や脳損傷研究などから浄動の神経メカニズムが示唆されています変塩系、視床下部、脳幹、前頭葉の眼下前頭皮質と帯状皮質全部、大脳基底核と等、小脳などが関わっていますまず浄動の評価に関わるのが。 変円,形です変円形の定義についてはいろいろありますがここでは変桃体側座核を中心とする視床下部脳幹を囲む皮質化の領域を指します変円形は感覚処理された情報を受け取りそれについて評価を行いますこの間隔入力は 皮皮質化及び皮質び上の感覚処理経路かから入力されることが分かっています変園系は、聖徳的な情動刺激、魅力的な異性などにも、学習性の情動刺激、お金などにも活動することから、変園系での適応的な意義の評価は、生徳的なプログラムをもとに、後天的学習によって柔軟に対象を広げていくと考えられます。 扁桃体はとと心のの両方の処理に関与すすることが示されていますただし損傷の影響は深い情動で大きいことから特に深い情動の評価に不可欠であると考えられています。一方即座格は心世の評価において重要な役割を果たすことも示されています。 次に変塩系からの評価情報を受けて常動に伴う行動や身体反応の喚起に関わるのが視床下部脳幹です視床下部から脳幹への出力が多くの行動反応身体反応に関係していることが報告されていますまた、支障下部は 下水体への出力ににより浄動に伴うない分泌系反応を喚起することが示されています。また脳幹の各部位の活動は浄動におけるさまざまな行動表でおよび身体反応を引き起こすことが示されていますなお変塩系からの出力は海馬や新皮質へも送られておりこの経路を通じて浄動による認知処理の調整が行われることも知られています 例えば扁頭体は側頭用や後頭用の広範な部位に投射線維を送っておりこの経路によって情動的な刺激について視覚処理や記憶表彰形成が促進されますさらに2つの領域が情動において重要な役割を果たす可能性が示唆されています 1>, 1つ目は大脳基底核と等です。大脳基底核と等は特に嫌悪の情動に特異的に関わります。これらの部位は、皮質感覚やからの感覚入力や扁桃体からの評価の出力を受けて、嫌悪情動に特異的な評価を遂行することが示されています。 人を対象とした研究から大脳基底核と糖の損傷によって嫌悪の情動を喚起するシーンを見たときに大脳基底核や糖が活動することを示されています糖は身体感覚の知覚の関係が指摘されていますポララトスラは、 実験参加者に対して FMRI 内で自分の心拍を意識するように求めましたすると意識していない時と比べて優位に糖が活動することが示されましたさらに心拍の知覚の正確さと糖の活動の強さが相関しましたシンガーらは痛みの知覚共感と トウの関係を報告しています彼らの実験では男女のカップルが実験に参加しましたこの実験では女性が FMRI に入り2種類の課題を実行中の脳活動を計測しました一つは女性が電気ショックによる痛みを与えられる条件もう一つは 女性が自分の恋人か夫が電気ショックによる痛みを与えられている様子を鏡で見る条件です実験の結果どちらの条件においても党の活動が重複して見られました前者が緑後者が赤で復活した領域が示されていますこの実験から党が痛みと関連しており共感によって共有されることが示唆されています 二つ目は小脳です小脳の役割として、腸動の調整に関わることが示唆されています。小脳は扁桃体や前頭葉との入出力経路を持つため、これらの部位から評価の結果を受け、調節的な出力をフィードバックすることが推測されます。人を対象とした研究から、小脳の損傷によって腸動の制御が困難になること、 また小脳の働きを抑制する RTMS を与えることで浄動を抑制することが困難になることが示されています視床下部から脳幹への出力が多くの行動反応、身体反応に関係していることが報告されています。また下部は 下水体への出力ににより浄動に伴うない分泌系反応を喚起することが示されていますまた脳幹の各部位の活動は、浄動におけるさまざまな行動表でおよび身体反応を引き起こすことが示されています。なお、変塩系からの出力は、海馬や新皮質へも送られており、この経路を通じて浄動による認知処理の調整が行われることも知られています。 例えば、扁頭体は側頭用や後頭用の広範な部位に投射繊維を送っており、この経路によって、情動的な刺激について、視覚処理や記憶表彰形成が促進されます。そして、こうした評価、反応過程を制御する役割を担うのが、前頭用の眼下前頭皮質と帯状皮質全部です。どちらの部位も 変円形などに出力を送り、浄動を抑制するときに活動することが知られています。